皆さんおはようございます。 OK、 じゃあリエさんお呼びしたいと思います。リエさん、リエさん、リエさん、あ、リエさん来てましたね。すみません、ちょっと髪の毛がすごいことになってる。はい、はい、こんにちは。はい、こんにちは。おはようございますですね、そちらは朝。そうですね。あ、今朝、9時 ?9 時ですね。今、オーストラリアは何時ですか？今は午後の4時です。おお。はい。結構この時間微妙ですよね。だって、一回外出てランチして遊んだら、もう4時ってすぐ経っちゃいますもんね。そうですね、今ちょうどなんていうの、なんか本当に。なんていう、今日はちょうど偶然ね、グランパが遊びに来ていて、子供たちおと一緒お、いいにでグすランパ乗りね。みたいなやってもらってるんで、だから室内で、今日は、先週はちょっと家がどこ行ってもうるさかったので、外でやってたんですけど、はい、静かにおお、ライブできます、今そうなんですね。おお、よかったよかった。日は。はおお、なんい。かリエさんね、なんか日焼けしてる感じですね。夏だ。日焼けしてる感じですか？フィルおお、ターしいいてるん感でじすですけど。よ。いやだ、日焼けしたくないんですが、黒い、もうおお。夏で。そうですよね。うん、だから、常夏だから避けられないのかなと思ったりもしました。そうですね。どうですか？スキー行ってましたよね、ゆうこさん。お、そうなんですよね。昨日ライブ配信の予定だったんですけれども、もう突如、もう金曜日の夜に予定が入るって、しかもスキーっていうすね。ごい。もう、すいませんでした。いやー、すごいえいえ。かったですね。めっちゃめっちゃすごかったです。レベル高いスキー場でしたよね。なんかすごい綺麗な質、クオリティのいい雪と。実はね、私、スキーって言っても、試したのはこれで2回目なんですよ、人生で。へえ、さすが沖縄っ子ですからね。なんですよ。まず雪に馴染みなかったし、で、大学時代も主人もね、そこまでスノボとかスキーとかスキーっていう人じゃなかったですし、まあ今回ね、まあオースト、あ、オーストラリアじゃない。もうどこが家かもわかんない。トルコでですね、まあいろんな体験をしたい、子供にさせたいっていうことで、このスキーの案件が出たので、うん、じゃあとりあえず行ってみるかっていう感じだったんですけどね。もちろん子供たちとしても初めてでしたし、だからこう比較しようがないっていうのはありますね。でも楽しかったです。いや、いいですよね。私も子供はずっとスキーに連れて行きたいなと思いながら、まだまだね、本当に、わざわざ行かないといけないですもんね。そうですよね。で、ここでもやっぱり3時間ぐらい先の山になっちゃうんですよね。あ、な本当のにで、そう。オーストラリアだとどうなんでしょうかね。国内だと、メルボルン、ね、ビクトリア州に結構、滑るところがあるんですけど、ニュージーランドの方がね、なんか有名ですよね、スキーだったらきっと。ああ、ニュージーランド。そうですね。南、北、スキー場、スノボあるので、まあ、って言っても、またどこの、なんていうの、タウンですよね。街から出発するかによりますけど、まあ、だいたい3時間とかね、スキー場に行くまでにはかかっちゃいますよね。おっしゃる通り。まあ、でもいい経験できましたね。また行ってみたい。はい。でね、海外ではいろんなアクティビティがあったりだとか、まあ、面白いね、こう、発見だとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、今回のお題はですね、ただ、1年間ですね、海外生活をするのであれば、お金いくらぐらいね、準備して、いけばいいのかっていう話です。これ結構、たくさんのお問い合わせはないんですけれども、おおよそどれぐらいあれば安心ですか？まあ、ギリギリいけますかっていう話があったので、今回トピックにさせていただきました。まあ、もちろんね、どこの国に行くとか、もうオーストラリアとかも物価すごいですからね。で、マレーシアでトルコに帰国したら、まあ、全く準備するお金っていうのは変わってくると思うんですが、まあ、最初に、まあ、オーストラリア、まずどうですか？どれぐらいあったら1年間、まあ、仕事なしでもやっていけそうな金額っていうのありますか？私もなんかいろいろちょっと今回のトピックがあったので調べてみたんですけれども、まあ基本本当にやっぱお仕事がまあ見つからない状態で、ざっと、でもこれ本当に人によるんじゃないですか？ざっとおっでしもゃったり。200万ぐらい、ざっと。どうですか、200万ぐらい。そんな感じ？私の中で、まあ、オーストラリアだったらね、
ありかなっていうふうに思いました。まず家賃もね、こうシェアハウスって言ったって高いですし、うん、ね、週5万とかの行きじゃないですか。マレーシアだったら週5万、月5万円でね、まあ、あの場所によってはコンドミニアムとか、借りれたりするので。うん。うん。いや、本当にね、うん、あの場所もシドニーとかブリスベンで結構変わるんですけれども、やっぱり、あの、でも時給も高いですからね、やっぱりできればお仕事しながら海外に住むんであれば、現地で、ね、お仕事が探しさえできれば、まあ、本当オーストラリアって物価が高いですけれども、そう、あの本当に大丈夫です、やってけますっていうところですねプラスマイナスを見ると、うん、やってける、うん、行くなら夏らへんがいいですよね。なんか冬だとね、こうジメジメしてる感じもあるだろうし、こうヒーターがないとか壊れたらとかね、うん、いろいろあると思うので、もうじゃあおおよそ200万円で、うん、まあ、仕事なかったらっていう話ですけれども、うん、まあ、ワンコリで行くのであれば、はい、まあ、ちょくちょくお小遣い稼ぎしながら、うん、うん、生活した方がいいと思いますよ。あの、仕事さえ見つかれば。あと、あの、オーストラリアの時給ってやっぱり世界でもね、多分一番高いんじゃないんですか？あの、職種にもよりますけれども。うん。ああ、なるほど。うん、うん。仕事をね、見つけてワンホリとかだったら本当に、大丈夫、やっていけると思うので、うんうんうん、そうですね。あと例を挙げると、あのオーストラリアの最低賃金って23とかありますか？23ドル、どうだろう、そうですね、まあ一番最低が19ドルぐらいなんですけれども、あ、これはそうかそうか、でも私もね、いろいろ調べて、もちろん例えば日本食レストランの人とプログラミングの人だったら、もうすごい、うん、その差がね全然違うので、例えばプログラマーの人だったら時給日本円で言ったら2700円とか、まあ本当にあの結構ね、いいあの値段だと思うし、あとオーストラリアって週末、例えばレストランカフェのウェイターとかウェイトレスやってても、週末になると週末料金が加算されるので、あと祝日もね、働くと値段が上がるんですよ、時給が。ああ、あと高級日に お仕事しても値段上がりますよね。そうなんですよ、まあ、逆にその消費者として休みの日にあのレストランとか行くとちょっと割高になるんですけども、まあ、それはやっぱりそれもやっぱり働く人にもね反映されてるっていうことで、あのいいなと思ったんですよね。うん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 。おー、そうなんですね。じゃあ19ドルっていうと、日本円で、すごい値段ですね。1563円。はい、はい。もう1000円以上ですよね。ほとんどの、あの、時給がオーストラリアの。うん。うわー、沖縄の時給600円ぐらいですよね。沖縄そうですよね。もう全国でも一番賃金が安い。うん、あ、まあ、そこ出身の私ですけれども。でも普通にね、こう、例えば、まあ、語弊かもしれないんですけれども、クリーナーさんとかね、私の友達、ニュージーランドの友達でもバイトで、まあ、日本人の方ですよ。で、1時間20ドルとか25ドルとかもらってた友達がいるんですよ。はい。あの、うん。なので、やっぱり物価は全然違うなっていうふうに思いますよね。そう、でも本当物価高くてもお仕事さえ見つかれば収入もあるのでね、そこら辺、ね、うんうん、そうですよね、まあ、ニュージーランドの25ドルだと、まあ、2000円ぐらいですからね、クリーナーさんで2000円ってすごいなと思いながらも見てましたけど、まあ、テクニックも必要とされますけどね。なるほど。じゃあこの200万円っていうのはもう本当生活費ですか？ね、それともうん、あ、もう生活費、うん、結構するな、しますね。まあ住むところが、まあもちろんシェアルームになるのか、うん、ファミリーで住むのかっていうのも違いますけど、一応今シェアルームで換算して、でプラス食費とあと交通費ですかね、うん、それが、あ、交通費も高い住む場所によってやっぱりね、ブリスベンって本当車がないと不便なんですけど、やっぱりそうね、そうなると車がいらないところだと街の中心に住むことになるので、そうするとバスだったり電車だったりっていう感じで、うん、でも例えばシドニーだったら、そのなんかカードみたいな感じでピッてやって、で1日の上限まで、行ったらそれ以上加算されないとかね、そういう仕組みが、それは結構、まあ、ありがたいですよね、まあ、そんなに動き回らない、動き
まあ、会わない人にとってはそんなにね、違いないかもしれないんですけども。うん、うん、うん、そうです。うん。あと、お酒もね、結構高いのでね、やっぱ晩酌とかのレベルも考えなきゃいけないですよね。うん、オーストラリアに。本当、オーストラリア最初来た時に、イギリスから来た時に、全部換算してたんですけど、本当に高い。そう。食品、野菜とかが高い。わかります。換算したらダメなんですけどね。物価はそもそも違うし。うん。そうなんですよね。だから、イギリスにいて、私、ロンドンも物価高いなって昔思ってたんですけど、オーストラリアには負けますよ。高い。本当に。あ、そうですか？なんかイメージとしては、ロンドンはもうズバ抜けて高いってイメージですけど。どっこいどっこいですけどね。なんか、ロンドンで、なんか外食とか、野菜、スーパーのものとかは、やっぱ EU があるから輸入、車とかもそうですけど、その国の輸入物のなんか範囲がね、豊かであれば安いんですね。ヨーロッパで車買うとかめちゃめちゃ安いんじゃないですか。ロンドンではすっごい安く中古の車が買えるんです。なるほどね。うん。こっちは全部輸入、沖縄もそうじゃないですか。やっぱりこう離島というか、島って感じのところって、やっぱりそのサプライがね、輸入に頼らなきゃいけないっていうところで、うんうん、まあ、イギリスの島なんですけれども、その EU とのつながりが多いから、野菜とか本当にめちゃめちゃ安かったですね。うん、なるほど。面白い見解ですね、それは。ああ、うん、なるほどね。はい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 。EU っていうところでもう、お互いこう助け合いながら、物価、うん、なるほどね、物を、っていうのを、安く、こう、やり取りできるっていう、ま、仕組みがあるし、まあ、工場もあるし、生産してるしっていうところですよね。うん。ね、そう、残念ながら EU 脱退してしまったから、もう、また今の状況はわからないですけども。ね、いろいろ叩かれてますけどね。本当に。なるほど。あ、うん、そうですか。うん、なんか面白い話で、こう、20年前とかはね、まあもちろん、オーストラリア、ニュージーランドの物価って、まあ、差はあったんですけれども、20年前とかだったら100万円ぐらいでね、なんとか、貯めれば、1年ぐらい過ごせたっていう、感覚だったんですけれども、やっぱこの20年、物価が上がったっていうところでもやっぱ200万円なのかなっていう感じはしました。うん、そうですね。本当に、やっぱりある程度ね、貯金をして、うん。あとはもう現地で、うん。働く見つけるしかないですね。まあ、最近はリモートのお仕事もありますからね。うんうんうん。そうですね。まあ、とりあえずね、もう、こう、命の次にお金が大事って私も父からずっと言われてたものなので、とりあえず貯金はして、うん、で、何かあったらお金で解決できるぐらいの力があった方がまだいいですよね。そうですね。マレーシアとかトルコはどうですか、じゃあ。うん、そうですね。トルコ、あ、じゃあ、どっちがいいかな。マレーシアに関しては、まず5万円ぐらいで家賃ですね。うん、コンドミニアムですよ。2ベッドぐらいのコンドミニアムが借りれるんですね。うんうんうん、まずまず。で、これ5万円って言うとね、オーストラリアだったら州で5万だと思う。しかもシェアハウスで。そうですね。そうですね。うん、なので、まあそうですよね。だからまあ、トータルで言うと1年間で120万ぐらいあったら、うん、生活は難なく、やっていけるかと思いますね。まあ、シングルの方でしたら、うん、で、月5万の家賃で、とは、まあ、5万、6万ぐらいが食費っていうふうに、考えておけば、で、11万とかの話ですので、うん。うん、旅行はね、バンバン行けないと思いますけれども、120万ぐらいで収まるかと思いますね。うん。うん、まあ、トルコはもっと、低くて、100万ぐらいで全然余裕ある、まあ旅行は行けないですよ。うん、普通に物価とかも、マレーシアよりは、2分の1ぐらいなので、家賃も250ですよね、ドル。だから2万5千円とかなんですよ。うん。うん、で、こちらね、野菜とかも、フルーツとかも、ナッツとかもすごく、幅広く多く生産してるので、うん、まあ輸入品といえばね、例えば、なんかな、チーズとかだと、あとは、チーズかな？チーズ、ヨーグルト系は最近はこのインフレ上昇っていうことで物価は上昇してますね。うん。うん、まあそういうのもね、あんまり買わなければ私たちは家族単位でガッて買うので高いと思うんですけど、うん、個人単位で買えば、うん、トルコだったら100万円ぐらいで全然いけるかと思いますね。うん。うん、うん。うん、全く違いますよね。なんか。トルコだと難易度高いのは、その仕事を探すところですかね。あ、
ああ、そうですね。そこはね、ちょっと、お話しなきゃいけないんですけれども、まあ、マレーシアだったらね、普通に就労ビザ得て、で、入れるんですけど、ここだと、やっぱり、こう、観光ビザで入っても、もう、お仕事、ね、できる、なんていうかな、ビザでもないですし、そもそも英語じゃないんですよ。そこですよね。そう、当然ですので、あと、日本人に対しての、こう、需要ってないんですよ。例えば、オーストラリアとか、マレーシアでしたらね、日本食レストランっていうところで売りじゃないですか。日本人のね、フロアスタッフ必要です、みたいな。ここ全く必要ないので、日本人であるっていう、こう、価値っていうのが見出せる場所が少ないんですよね。ですうん。そうなんですよ。そこがちょっとネックなんですけれども、ここだと2年間ですね、最長2年間の観光ビザっていうのを取得できます。うん、貯金とかこう、証明できる、まあ、しなきゃいけないんですけれども、なんで仕事しなくても、まあ、100万円ぐらいではやっていけるかなっていう感じはありますよね。でも難易度高いですね、トルコ多分。そう、いや、おっしゃる通りです。まあ、私の場合は、なぜ行けたかというと、まあ、主人がね、まあ、ロシア語が話せるっていうのは結構大きいです。うん、やっぱり、まあ、私が住んでるこれアンタリアっていう南の方なんですけれども、ロシア人めっちゃ多いんですよ。もう、ロシアかっていう、リローロシアみたいな感じですね。チャイナタウンじゃなくてロシアタウンなんですね。なので、もういろいろこうサービスとか、昨日のスキーとかもですよね。オーガナイザーはロシア語で全部していたっていうことがありますので、あとビザもね、私たち晴れて2年間ビザ取得できましたけども、それもロシア人の代理店の、ビザのね、代理店のおかげですし、うん、英語、日本語はあんまり重宝しないかもしれないですね。でもまあ本当に、まあもちろん貯金あったらあったでね、いいですけあ、れもちども、ろん。どこの国に行くにしても、本当に現地でね、何かお仕事ができる可能性があるかどうかっていうのも、まあ決め手にもなりますよね。そう、おっしゃる通りですね。ね、そこでやっぱり大事になってくるのはね、コネだったりね、渡航前のフェイスブックでつながった方とかね、まあ、オーストラリアにいるリエさんとか、あとは、まあ、トルコにいるユウコだったり、まあ、マレーシアで住んでたユウコっていうところでやっぱつながりができたら、現地情報をゲットするには一番いいではありますよね。そうですね。本当にその海外にポーンって飛び出た時に、そのどれくらいで仕事が見つかるか分かんないですからね。わかんない。合わないかもしれない。その土地が自分に。だからまあ、なんて言うんでしょうね。もちろん、下見というか、自分がその国が好きで行くんだったらいいけれども、ね、その分かんない、でもどうなんでしょうね。トルコは移住前は行ったことありましたっけ、ゆうこさん。なし、いきなり移住。興味はありましたよ。もちろん。やっぱ魅すご力いです的よな。ね、下見なし。マレーシアもそうでしたよ。下見なしで移下住。見なしです。いきなり、はい。でスーもおツ仕ケース事4でつで。行った感じでしたもんね、お仕事。そうですね。マレーシアの場合はもうお仕事、転職という形で行ったので、まあ、どうにかならないといけないだろう、みたいな。どうにかしないといけないだろうっていうマインドセットありましたよ。まあ、どうにかなるだろう。しかも、日本人めっちゃ多いですし、日本のね、チェーン店とかも結構入ってきてるので、ま、ニュージーランドより全然住みやすいだろうっていうのは思ってました。でもそうですね、マレーシア本当住みやすそうだし、でもやっぱり日本人の価値のある国っていうのはね、すごくいろんな意味で助かりますね、海外にいても。そうなんですよね。なので、今ね、いろいろとこうビザ問題とかね、政治情勢で安定してないマレーシアですけども、いまだにやっぱ人気ですよね。日本語でも生活できるし、医療も日本語で相談できるし。そうですね。まあ、逆に言うと、まあ、トルコはもう Google トランスレート様様です。いや、ほんとすごい、なんか、外国語、英語じゃない国に住むこと自体が難易度高いと思うので、そこがまたね、よっぽどその国、現地語をその学んでいるんだったら、まだしも、そのストレス度合いというかね、
そうですね。で、リーさんもね、前回おっしゃってましたけれども、まあ、私たちは家族で第三国、他国目なんですよね。で、まあ、マレーシアに移動するときは、まあ、ハードルが高いといえども、まあ、日本の環境っていうのがね、整ってたので、そこまでだったんですけど、今回は結構、ストレスは感じてはいましたよ。言語も違うし、ね、日本っぽい、こう、クリニックとか食材もまずないし、あったとしても、そうですね。あったとしても、美味しくないし、チーズにね、こう、フェデルフィアチーズが入ってるみたいな、寿司にチーズが入ってるイメージですよね。そういうのばっかりだし、なんか焼きそばって言っても、全然焼きそばじゃないしとかね。あるので、まあ、厳しいですけど、まあ、ナンクルナイサーで、ランクルナイサーでね。まあ、どうにかなってますね。この現地の方もやっぱ日本人って聞くと優しくしてくれますし。よかった。まあ、それは本当、ゆうこさんのね、こう、多分、海外在住のね、こう、経験、もう20年ぐらいね、いらっしゃいますから、そこですよね。メンタル的に、こう、適応していかないと、ね、日々の生活に支障が出てくると思うので。本当、そうですね。肉のオーダーとか、もう普通に WhatsApp で Google トランスレートあるじゃないですか。それコピペしてやり取りしてるっていうね。もう、不具合とかもめっちゃありますけど。まあ、あったら、まあ、常にこう、主人のやっぱ出番が出てきますよね。ロシア語喋れる方も結構いらっしゃるので。そうなんですね。いやー、そう本当。ですね。まあ、今の話からだと、やっぱり、オーストラリア、まあ、ニュージーランドですね。あとはまあ、オーストラリアまでも行かなくても、ロンドンとか、ヨーロッパ系も、やっぱり、だいたい200万円ぐらいあれば、まあ、渡航してもいいんじゃないかっていう感じにはなりそうですね。いや、でもね、本当に日本人の価値からしたら、オーストラリアおすすめです。ニュージーランドはどうかわからないんですけども、ロンドン行った時に、私はタイからイギリス行ったので、こんなにも日本の価値があまりないのかっていうのに、正直びっくりしたので、バイなトるすら探すのもすっごい時間かかったんですね。タイに行った時はやっぱり日本人の、そうですそうね、ね。もう専用のなんかポジションとかあったんですけど、ヨーロッパの日本の価値っていうのはなかなかオーストラリアに比べてないので、もし皆さんね、海外移住してみたいっていうふうに思ってる方は、オーストラリアおすすめですっていう感じいや、私もおすすめです。まあ、私は隣国のニュージーランドにね、16年ほど住んでおりましたけれども、いや、やっぱ似てるとこはあれど、やっぱ、まあ、ニュージーランド人がオーストラリアにね、出稼ぎに行くっていうことで、私も結構、お友達会いに行ったり来たりとかしてたのでね、オーストラリアめっちゃいいですよね。私もおすすめです。なるほど。で、リーさんは、なんか、こう、現地サポートとかっていうのはされてるんですか？どっちかっていうと、まあ、やっぱりオーストラリア人との、まあ、仕事の仕方だったり、最近はやっぱりコーポレートの方のね、まあ、異文化コミュニケーションの研修素だ晴らしい。っていうことをやっているので、そうですね、でも相談ぜひもし気になることがあったら、ぜひぜひソーシャルメディアでつながっていただいて、声をかけていただいて、ね、サポートできればと思います。そうですね。で、リーさんの、このプログラムとしては、まあ、英語だったり、ビジネス英語ですね。あとは、まあ、異文化コミュニケーションというところで、どういうふうに、現地の方と関わったらいいかっていう、こう、文化の違いですかね。あと、お仕事の違いとか、いうそうのですも。ね。まあ、英語はもうね、すでにいろんなところで学ぶことができるので、私はどちらかというと、そのコーチングとかプログラムを通して、そのコミュニケーション能力だったり、プレゼン能力だったり、本当になんか現地の人が見るポイントと、日本人のプレゼンのポイントとか、もうやり方が全然違うんですよね。だから、まあそういう本当に外国人の人に向けて、どういうポイントで仕事を進めていったらいいかとか、まあそういう感じで、教えてすごい大切ですよね。私もね、やっぱニュージーランドで就職するときとか、リエさんのようなプログラムがあったら、いや、苦労しなくてよかったんだろうなっていうのはありますね。もちろん手探り状態でね、やれっていうのが、まあ、今まで通りだと思いますけど、なんか素晴らしいサービスですよね、本当にね。です。
ね、ぜひとも皆さんも、概要欄の方に、リエさんのですね、ホームページ、を貼り付けておきますのでね。はい、ぜひともそちらクリックして覗いてみてください。うん、OK です。うん、ちょっとね、まあ、早いではあるんですけれども、まあ、26分ということで、また、これからもですね、海外ネタっていうのを、うん、発信していければなというふうに思ってます。はい、リエさん。うん。はい、ありがとうございます。はい、こちらこそです。じゃあ、それでは皆さん、はい、ありがとうございました。じゃあ、また来週、お会いしましょう。はい、さよなら。はい、失礼します。失礼します。はい。はい